音楽の偶意は、イタリアのルネサンス期の画家ドッソドッシュが1530年頃に制作した絵画である。油彩。主題の特定が困難な場合が多いドッソドッシュの絵画の中でもとりわけ難解な作品として知られる。主に音楽の偶意と考えられているが、偶意の具体的な内容については、諸説が入り乱れて定説がない。絵画に描かれている人物については、かつては、 愛と美の女神ヴィーナスとタイヤシンウルカヌスとされていたが、現在は、旧約聖書、創世記のトバルカインとする説で、おおむね一致している。おそらく、フェラーラ公爵アルフォンソ一世、デステのコレクションに由来し、ボルゲーゼコレクションを経て、現在は、フィレンツェのホーン美術館に所蔵されている。ドッソドシは燃え盛る松松を持った精霊から、霊感を受けて、金槌で金とを打ちつけ、 音符を打ち出すタンヤ職人と楽譜が記された大きな板を持つ二人の女性像を描いている。たくましい肉体のタンヤ職人は精霊をじっと見つめており、タンヤ職人がまとったわずかな腰布は彼の背後で大きく翻っている。画面の右側には二人の女性像が豊満なら体を晒しているが、注目されるのはそれぞれの板に記された楽譜である。 単ヤ職人の隣に座る女性像の板には円形の楽譜が画面右端に立つ女性像の板は三角形の楽譜が記されている前者の楽譜はフランドルの音楽家アドリアン・ビラールトの曲であり後者の楽譜はフランスの作曲家ジョス・カンデプレの宗教曲でトリニタス・イン・ユニムの名文が記されているどちらの音楽家も フェラーラと関係があり、アドリアン・ビル・ダールとは1515 15年前後に、ジョス・カンデ・デプレイは1503年から1504年にかけてフェラーラに滞在したことが知られている。タイヤ職人と女性像の間の足元には弦楽器のリラダ・ブラッチョが置かれている。絵画には計3つの金槌が描かれているが、そのうちタイヤ職人の座った脇に置かれた金槌には、 8の番号が刻まれ、画面左端下の地面に置かれた金槌には、12の番号が刻まれている。画面右端の女性像の着想源は、ヤコポデ・バルバリの1500年頃のエングレービング、勝利と名声とされる。1650年に、ジャコモ・マニッリワ・ビル・ダ・ボルゲーゼの案内書で本作品を、音楽の発明を表す、カジバのウルカヌスとビーナスを描いた絵画としている。 対して、現在の解釈によるとタンヤ職人は中世に音楽の創始者とされたトバルカインであり、二人の女性像は母チラと妹なアマと考えられている。創世紀四章によると、トバルカインはカインの子レメクとチラの息子、ナーマの兄であり、長寿テタンヤ氏になった。また、レメクとアダの息子ユバルは音楽を創始した。中世の音楽理論は、 ユバルと古代イギリシアの哲学者ピュタゴラスを音楽の創始者としていたが、アフリーゲムのヨハネスやヨハネスデムリスはトバルカインもまた音楽の創始者とみなしており、さらにトバルカインは自由な中における音楽の擬人像として表現されるようになった。このトバルカインとユバルの融合は単野職人が金属から楽器を作り出すことと関係があり、 実際に古い図像には両者を並んで描いたものがある。もう一つの可能な解釈によると、ピョタゴラスの伝説、すなわち、単野職人が異なる重さの金槌で打った音から、音程を発見したとする伝説を元にしている。主題については主に以下の説が知られている。パリージは、声楽による多声音楽の気楽音楽に対する優位とし、フェルトン・ギボンズは衣装をまとった。 女性像によって表現された世俗音楽トラフによって表現された境界音楽の偶意。コリン・スリムは即興音楽に対する楽譜に記された音楽の優位として解釈した。ちなみに円形の楽譜と三角形の楽譜に記された曲を特定したのはスリムである。制作背景には当時のフェラーラ宮廷における音楽に対する高い関心があるとされる。 アルフォンソ一世は礼拝堂合唱隊の責任者であり、ビオラや管楽器を演奏するだけでなく制作した。また弟の一方リトデステスーキ教は、気楽音楽の愛好者であった。したがって、この二人のいずれかが、発注師と目されているが、近年は、アルフォンソ一世を発注者とする見解が強くなっている。特に、フランカ・トリンケイリ・カミズはアルフォンソが楽器を演奏。 制作したことを挙げて、画家は男性像をアルフォンソ一世に見立てたとしている。この論点は単野職人をウルカヌス人とする古い説とも一致する。というのは、アルフォンソ一世は鉄の鍛造経験を持ち、家臣にも関心を持っていたからである。よって、ドッソドシはアルフォンソ一世を単野神として描いているとも考えられる。 制作年代の上限はおそらく音楽家、アドリアン・ビル・ダールトがフェラーラに滞在した1515 15年頃であり、多くの説が1515 15年以降を想定している。トレンティ・アントネッティは1522年とし、マゼッティは1525年頃、ギボンズは1520年代、ピーター・ハンフリーは1530年頃としている。ドッソ・ドシは1520年代の半ば以降、 ラファエロの晩年の様式の影響から、それまでのベネト的なミケランジェロの様式を放棄する。しかし画家に、ラファエロの影響をもたらすのが1524年に近隣のマントバ宮廷に招かれたジュリオ・ロマーノであり、本作品においては未だその影響が見られないことを考えるならば、制作年代として最も妥当性があるのは1524年以前ということになる。 そこでハンフリーは後にアントネッリに同意して1522年としている。絵画はおそらくアルフォンソ一世、デステのために制作され、その後アルフォンソ一世の多くの絵画と同様に16世紀末にボルゲーゼコレクションに加わったと考えられる。絵画に関する最古の記録は1633年のボルゲーゼコレクションの目録である。そして1650年に ジャコモマニッリの案内書に記載された。その後1693年に再び記録された後フィレンツェのコレクションに加わった。イギリスの美術コレクターのハーバート・ホーンが同地で絵画を購入したのは1913年のことである。ホーンはフィレンツェのコルシグを購入し、自身のコレクションを展示するためにホーン美術館を設立した。以来絵画は同美術館に所蔵されている。 ありがとうございます。